相手はソリッツだな。頑張りましょう、シーター。ソリッツさんなら全部ぶつけても大丈夫だよね。いい気合だ、ジーター。ほんじゃあかかってきな。見事な腕前に明るい笑顔。でもって気立てもよしときた。いい女になるぜ、お前さんは。随分と威勢がいい。十分に生きたであろう。死ぬ。ふっ。悪をこの拳でぶちのめす。そうすりゃジジイの人生も実りあるもんだったと実感できらな。ざっとこんなもんよ。長生きなんざ無駄にしても仕方ねえ。どうせするなら伊達にしろ。な。義と勘、そこに本来優劣の差はなし。この気迫。偉人さん相手とはいえ浮かれてらんねえな。真剣勝負始めようぜ。やってきたぜ。せい。刀の奇跡に蝶が乗ってまるで夢でも見てるみたいだったぜ。てかここって現実だよな。すごい気迫だ。蹴落されそうになる。でも力を合わせればきっと勝てる。私たちの連携を見せてやろう。悪かねえ。大勢相手のいい修行にもなりそうだ。どこからでもかかってきな。よっ、できたぜ。せい、誰や、かじけ、しまいだ。連中も、いや、お前さんたちが強えもんで、年がいもなくあっぱれちまったぜ。姉ちゃん追っかけてる時とはまるで別人だな。怪我すんなよ、ソリッツさん。僕も全力を出さないと。手加減抜きでお願いします。よしよし、俺の本気が見たいって。へそかいても知らねえぞ、グラン。やってやるぜ。誰や、こいつ。しまいだ。そんな、
動かしてらんねえな。眼剣とまで称されたソリッツ殿との手合わせか。白竜騎士団を背負う者としてその名に恥じぬ姿をお見せしよう。お堅いねえ。もっと肩の力を抜きな。そんなんじゃ避けられる拳も避けらんねえぞ。格闘家かと思いきや鼻の下を伸ばしてご婦人を追い回す。つくづくつかみどころもない方針だ。つかみどころねえ。風の吹くまま気の向くまま好き勝手やってるだけだぜ。拳の打ち合いもな。やってやるぜ。炎も大したもんだが、俺の拳がちょいと上回ったみてえだな。かいた汗流しに一っ風呂どうだい。ソリッツ殿、褒められて悪い気はしないが、過ぎた賞賛はいただけない。謙遜しなさんな。ベラボーにべっぴんさんでおまけに強え。そんな姉ちゃんと手合わせできるた。男冥利に尽きるってもんや。よっ、できたぜ。せい、やっ、やっ、けど、わけに。へへ、自分の美貌に気づかねえってな、不思議なもんだな。こんだけ魅力的なのに、いや、下心じゃなくよ。ん？なんだソリッツちゃん、捕まえられるもんなら捕まえてごらん。イロッペ姉ちゃん相手となればやる気満杯だ。遠慮はなしだぜ。もっとどんしてきたぜ。せい、誰や、こいつで姉妹だ。たりとも目が離せねえ。とんでもねえ試合だった。お、いろいろとよ、チラチラ。さい、勝ちもんとはな、イジイの真似するた、とんだかわいもんだな。やれやれ、オタクはいらねえ。拳で白黒つけるだけだろう。あれや、
そっくりさんが出てくるなんて世の末だぜ。まあこの小島では真似できなかったみてえだがな。あら、伝説の男と出会わせだなんて光栄ね。同じ格闘家として胸を借りるわ。デュエルの後はラーメンで一杯いかが。おお、いいね。じゃあ負けた方がおごりってことで、どうだ。よし、来たぜ。誰や、帰って。しないその剣技大したもんだぜ。今度一緒に鍛錬させちゃもらえねえかな。ふう、一仕事終わって整理体操ってとこ、パパッと決着つけますか。でシャワー浴びて寝る。おっ、ほんじゃ速攻で勝つか速攻で負けるかだな。貴重なシャワーの時間を奪うわけにはいかねえぜ。よっ、できたぜ。ただものではないと思っていた。一目見た時からな。手加減してくれるなよ。面白い。ただものじゃねえのはそっちもだろ。お互い全力でやろうぜ。いざ行かんてな。結構一匹血を受けても平気でいられるってな、さすがだぞ。よし、次は酒で勝負といくか。結構いける口なんだろ。マッチョ、マッチョだ。いや、ソリスさん相手はガチすぎ的な。
だが魔女班としての使命果たしてみせっから。お前さんらのノリはよくわかんねえが、この筋肉で相手になってやるよ。いざ行かんてな。ケイトン追跡。だの魔女班だろ、面白そうな話じゃねえか。これも混ぜてくれよ。さい、花形デュエリストか。それってやっぱモテんのか。ふふ、あなたほどの実力者ならすぐにでも人気者になれるわ。デュエルの魅力ご教授するわ。見せてあげる。それ満足だぜ。燃え尽きたわ。デビューしてみたい？あなたなら老若男女にもってもてよ。おう、お前さんら一緒にトレーニングと行こうじゃねえか。料理も体力勝負だろ。ちょ、マジ？ソリッツブートキャンプ始まっちまう感じ。1日10秒くらいのメニューならなんとかできるかなって感じかな。料理にそこまで筋肉必要か。まあまあ、もう断れる雰囲気じゃねえし。取り巻きは追い込みますか。パーフェクト。私には勝てねえって。あんたとは戦いたくなかった。しかし魔女班的には必然的な。ソリッツさんはいいマッチョだべ。なあ、温泉連れてってくれしな。メンゴ、やっぱ今のなし。つうか、無差別マチョ班よくない。はい、さあせん。肉体が武器とかって渋すぎんだよな。つうか、俺らも年取ってヨボヨボとかやだし、トレーニングとか指導してもらうのもありか。